すっごい昔のアップデートでこう短くなったんで、さすがに許されなかったですね、うん、あれは。横必殺技のこう回転数によっては、はい、ホールドをやり過ごせたりもするんじゃないかなっていうところで、まずはそのガキ際のやり取りにちょっと注目したいですね。開幕、まずはポケモンスタジアム2から始まっていく、うん、そうですね、まあ、先ほどの昇仙城とこう台の配置自体は似てるんですけども、ステージ自体の幅がめちゃくちゃ広くて、はい、で台の幅はちょっと狭いっていうステージになってます。ちょっと若干高めですよね。そうですね、台の高さも。そうですね、高度もちょっと高いっていうことで、で天井に関しては昇仙城ポケモンスタジアム2、うん、お互い変わらずと一番低いステージですね、競技シーンでは。さあ火力はまず5分、うん、横並びですね。学徒選手あまり PK ファイヤー打ちませんね。そうですね、ジャンプが通った時がちょっと気まずいっていうところで、あとはこのカートかな、はい、カートの部分、はい、クラウンの部分、あのクッパクラウンの部分ってダメージ補正ありますもんね。とアーマーがあるんで、はい、こう PK ファイヤー、地面を倒うタイプの PK ファイヤーはこう、はい、横必殺技が貫通してくる。なるほど、うん、ので、まあ、ニュートラルではあんまり打てないんでしょうね、まあ、これリスクのない PK ファイヤーなら打てるんですけど、台上ならギリギリっていうところ、なかなか立ち回りでは振らないですね、うん、やっぱり、まあ、やっぱりクッパジュニア戦っていうのはね、この横必殺技クラウンカートの攻略から始まりますよね。アブデレ爆速になりました。本当にカートになっちゃった。、うん、でキビッ、怖かったですね。こうなってくるとお互い空中攻撃が撃墜択になるんで、はい、まあ、どっちが先に当てるかなっていうところだったんですけど、これはアーマーでワンチャン耐えた可能性はある、うん、ですね。下強攻撃で撃墜を取っていったのはドラゴン選手でした。うまい、これ地味馬ポイントで、めっちゃ僕が喋っちゃうんですけど、あ、いいよ。あのクラウンの部分にはアーマーがあるんで、ああいうタイプの多段技の復帰阻止って結構すり抜けてきたりするんですけど、空中前とかまさにさっきのちゃんとクッパジュニア部分を殴ることによって復帰阻止も通すし、 PK ファイヤーは崖で使うんですね。一番美味しい当たり方ですよね、レス史上。ちょっと解説が追いつかないよ、まあ、その位置の PK ファイヤー当たってしまったら、うん、クッパジュニアのサイズを考えるとかなりきついですね。そうですね、ずらしても。ドラゴン選手かなり苦しい状況、苦しいですね、ほぼほぼ丸々2ストックリードされているような状況、うん、ここで追いつけるのか、やっぱギリギリ。さあカートだえ、うん、ダメージが減ります。地獄だ。うーん、壁ですね、この空中技の。まあ、SJ 後ろ空中攻撃だったんで、はい、前回避とかもカバーしつつの前完成行動を軒並み刈り取るようないい位置での空中スローでしたね。まあ、もし相手が前に来ないのであれば状況継続というわけですね。その通り。さあこれがスナメイトで培った対応力なのか、ガクトネスはまずが1本仕上がってますね。仕上がり感じますね、有利を常に維持している。確かにドラゴン選手も負けず劣らず、まあ3先といえば3先なので、まだまだここからですよね。さあカウンターステージが果たして来るのかどうか見ものですね。ね、クッパジュニアはどこを選んでくるのかな。村町、なるほど、村町横が狭いステージですね。そうですね、クッパジュニアは前投げ弱、はい、まあ、さっきは下強とかもあったし、こう横方向に飛ばす崖付近の相手を倒す能力が高いんで、まあ、崖端から撃墜レーンが一番近いこのステージっていうところなんでしょうね。横撃墜といえばもうこのステージ、うん、まあ、昔は上撃墜だったんですけど、ね、そうですね。逆になっちゃいました、うん、受け身なんとかギリギリジャンプで避ける、うん、展開はまずはガクトがパーセント有利。いやじりじりしてますねお互い。差し合い、うん、空前の判定押し付けて、さあこの NB 崖つかまりかなり強い早出し、うん、これはまずハンマー当てていいですね。上から帰ればなんとかPK サンダーの帯当てもかなり辛そうですね、はい、おそらくカート復活しないですよね、これ。そうですね、帯当てその通り、何かに当たってしまえば帰れないっていう状況になりますよ。 PK ファイヤーを選択、危ない攻撃上がり、下強で掴む。さあ全体フレームがかなり長い技なんですけども、これはあそこは出して体勢立て直したかったんですけどね、ドラゴン選手。そうですね、左の崖橋背負って苦しい状況だったんで、この状況、はい、後ろにメカクッパの後ろ盾がある状況で攻めたかったんですけど、その生成を許さなかったガクト選手、判断が早い。弱々確認完了、しっかりガードを見ている、うん、
ぴったり隙間にそのバーガリを無敵合わせました。さあディレイ、ウェービー復帰、ガクトミスらないですね。クッパジュニアの横スマッシュは崖下にも判定が出る技なんで、ネスは食らったらひとたまりもないんですけど、タイミングをずらすことによってかわしてます。これ本当にミスんないですね、ディレイ、うん、さあメカクッパ取得しているが、アートスキルない、このクラウンキャンセル、 NB の落としどころか面白い。うおクラウン消えたの確認してしっかり復帰している、うん、ですね、落ちてくるあの距離を分かってますね。さあ依然として崖に追い詰め続けているのはドラゴンパジュニー。展開継続がギリギリできてないって感じかな。左に右にっていう入れ替わりが続いてるんで、ここの崖取りたい、うん、めくっている、いや決定だが 148.9% でしっかり3ストまで耐えている。ガクト村と町の利点を逆に利用していきましたね。そちらが選ぶのならこちらも使うと、うん、さあ身長の低さに助けられる。そうなんですよね、ネスはちょっと小さい系のファイターです。さあ最初になんとか 148.9% でネスを撃退して楽になりたい。まずうまい回避を立っていく。さあ地面を張っていくメガクッパでなんとか立ち回りを強化していきたい。いやー仕留めたいが横強絶妙ですね。そこなら崖上がりするだろうと、うん、口前武器判定、さあ落ちていく。スザーマニオ痛い、怖いかも。ああま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 あ、これですね、うん、やはりパジネの吹きといえばこの回避ハンマー。そうですね、これはなんとか通したくないが、かなり強力なタグ、前投げの OP 温存、展開継続ですけど復帰していく。回避通す横行、渋い、いい横行ですね。空中 N、 これはジャンプがないのでは。あー届く、タイミングがずれていればこう距離が短くなってたんですけど惜しいですね。ハートに当たってやばいたんですけども下スマッシュ、その場を絶対に許さないこの男、なんてこったい。さあゲーモンが少し戻りました。あーそうですね、はい、なんかだんだん改善できる、そうこれがライブのいいとこ。あそうすごいすごいことにこう配信がつながりっぱなしでもこう徐々にクオリティが改善していくというね、うん、なのでまあ視聴者の皆様におかれましてはこう、はい、試合をそのまま楽しんでいただければと思います。さあドラゴンパジュリーもう後がない、ここから3本取らなければならない。まあ、ガクト選手はこのカガデビ男といいますか、はい、開催されるたびにこうトップ8にこう足を運ぶ壇上男でもあるんですけどほぼ必ずいますもんね。そうそうそう、ガクトネスが単体で、まあ、その回あって今回の8回では第1シードなんとに位置しているということで、まあ、かなりドラゴン選手にとっては大きな壁になっていると思うんですけど、第1シードですからね、うん、まさにブレイクスルーなるかっていうところですね。アップセットなるかですね。さあ読んでるジャンプをやばい、うわー下妻、まあ、0.0 からの1ストック丸々リード、うますぎますね。メカクッパ美味しい、落としてる、崖の掴みから、うん、口後ろが出てしまう。さあまずはメカクッパを後ろ立てにいいですね、掴んでいく、はい、この立ち回りはかなり強力、発生遅いとはいえ出てしまえばこちらのもの。そうですね、ただメカクッパを生成するためには一、はい、回殴り勝たなきゃいけないっていうところで、どれだけそれができるかっていうところですね。 130.3% のネスをディレイをかましていく、ディレイにちょっと対応したタイミングではあったんですけど、それ以上にディレイさせてきましたね、ギリギリを最大ディレイ。上から差し込みには空前の壁、怖い、復帰回避している、これは間に合いますね、うん、台につけられて、さっき前歓声を駆られたんでドラゴン選手もこうライン回復は結構慎重になってますね。この崖復帰、まずは崖つかまりからの暴れていく、うん、おこれは美味しいぞ、かなりジャンプないっすよ。
おお、今度は済ませてきますね。これはさすがに距離を誤たずに当てていきましたね。まあそこしかないでしょっていう場所でしたからね、うん、PK さんのアタック。しかし依然としてパーセントはガクト有利、ストックが並んだが、ウエストシュ、これはいや 17.0。 まずはコンボ狩り稼いでいく。ネスはね、こう空中横移動がすごく高いんで、はい、コンボも難しい。そこの位置はもう完璧すぎますね、立ち位置ちょっと無理かも。回避をしっかりちょうど枯れる位置に立っているガクト、うん、でしたね。ピケファイア、なんとか技を置いてネスの信号を止めたい。ドラゴン行って横スマッシュ、根元だが十分火力やばい、見ている。いや、そりゃシールド張るわ。うまい、台を使って着地隙をなくしていく、うん、この崖下スマッシュはまだまだ生き残る選択肢、回避上がり。おい、反対の崖もう一回、真ん中から端っこまでなんとかガクトを持っていきたいんですけども、あー、ガクト 3-0。 さすがの第一シードと言うべきです。